どうも、いちょうです。今回はバルファーラの記憶を挑みたいと思います。編成はこちらです。前回のガチャ動画でアヤメとセリスの覚醒を引けたので2人連れてきております。はい、そうですね、チェイン役はセリス、はい、でいきます。で、後半ね、セリスの覚醒も使って攻撃参加できればいいかなって感じっすね。まあメインはアヤメとスコールで削っていく形になります。で、はい、これ作ってきました。スコールの専用アビリティですね、連続剣。これがですね、まあこの何だったっけ、バルファーレか、バルファーレの特攻になるっていうのをリスナーさんからお聞きしましたので作ってきました。はい、魔石はこんな感じですね。いきます。で、過去動画でですね、僕あのスコールの星6戦技持ってるって言ってたんだけど、あのよくよく見たらですね、炎の星6戦技でした。氷じゃなかったんですよね。なので、アニマレンズで星5戦技、重式的のやつを交換してきました。はい、真ん中3人は重式まといもできます。重式まといできて覚醒も打てるって感じなんで、とにかくまといを重ねて、火力で押し切りたいと思ってます。この編成だと弱体役がねいないんですよね。なので、魔石で芝でちょっと弱体させたら、あとはもう火力で押し切るっていう感じですね。はい、もうあのもらったというかガチャで引いた資源はフルに使わせていただきたいなと思っております。さあ行こうか。特攻とお聞きしましたのでね、このアビリティ、あ、ちなみに一回挑んでみたらですね、最終フェーズまで行けたんですけど、ちょっと最終フェーズでちょっともたもたしてやられちゃってたので、もう一回編成組み直して今に至るって形ですね。まずは勝ちたい、一回勝ちたいですね。そっからなんですけど、あ、いいっすね、いいっすね。あ、これいいわ、めちゃくちゃ楽っすね。なるほど、撫で切り、これもね全体ですからなかなか使える。あー、いいっすね。スコールもアヤメもね、中核2連のレジェンドマテリアですから、なかなかいいっすよね。まずはチェイン早く入りたいかな。はい、アヤメはまず1ゲージ、 1.5 ゲージ、違うな、3ゲージ貯めたいと思ってます。おっと、踏みとど使っちゃったかな。3ゲージ貯めて、重式まといのスイッチ入れてから覚醒入るって形ですね。スコールはまず、ゲージ貯まったら超絶でまとって、その後5ゲージ貯める。はい、5ゲージ溜まったならば、重式まといを入れて超絶でさらにまとって、その後覚醒で3段階それでゴリゴリ削っていく形ですね。あ、やばい、間違えた、早速間違えました。スコールはここで超絶入りたかったんですが、タップミス出ちゃいました。どうすかな、芝呼びたいっすね。ここ芝呼ぶか、芝で弱体をちょっと入れておきたいので。 OK、 あやめは次のターンかな。セリスは開幕、まといが切れるまで吹雪連打って感じですけど、まずは次のフェーズ、さっさと次のフェーズ行きたいっすね。あー、いいっすね、いいっすね。
そこそこダメージ入ってます。さあこれでスコールもまとえる、まとった状態になる。はい、まあこれだけでもそこそこ多分ダメージは出るとは思うんですが、さああとはあやめ重式入った。 OK。 うーん、できればですね3ターンに1回はうららとリルムで待機短縮の超絶を入れていきたいんだけど、ゲージがなうまくいくかわかんないですね。サイクロン、これは大丈夫、大丈夫だけど継続ダメージ不要。どうしようかな。マギカアルブ見れますか、ここ。あ、いいですね、いいですね。いいダメージ出てます。入れちゃいましょう、マギカアルブ。また竜巻が来る。オッケーオッケー。19秒。あと5秒はセリスは開幕まといが続くので、まだまだ吹雪を連打してゲージを貯めたい。オッケー、いいんじゃないですか、今のところいいんじゃないですか。いいダメージ出てますね。ゴールはひたすらゲージ貯める。はい、オッケー、いいね、いいね、いいね。いいっすよ、いいっすよ。もう一回、もう一回来ないか。よし、これ竜巻削れる？削れない。あ、これで削れるか。オッケーオッケー。よしよしよし。もう一回。これでさらに弱体が入る。セリスはそろそろチェインを更新考えないといけないっすね。フェーズが変わると全体に、なんだろう、あれスローかな、全体にスローをばらまいてくるので、そこはリルムの戦技ですぐさまヘイスガを入れ直したいんだけど、待機しときますか。あー、ナイスだ、めちゃくちゃ頑張ってますね、スコール。いいっすね、ひたむきだ。よし、ひたむきに頑張っております。チェーンを入れ直す、シューティングレイやばい、大丈夫、 OK。 やばいけどセリスはちょっとまずいからね、やばいからね、踏みとど入ってないのでね。よし、来た。これで確か全体に、あ、これだ、これをまたリルムの戦技で、リルムの戦技で更新する、戦技素顔を更新する。 OK、 よっしゃー、来た。さあ壁も張り替えなきゃいけないですね。どこで張り替えようか、ここで張り替えようか。うららかな。オッケー。ああ、いいね、助かるね。よし、壁張ろう、ここだ、リルムだ。セリスは戦技でまとう。はい、オッケー、いいっすね。さあ次、いいね、いいね。あー、頑張ってます、めちゃくちゃ頑張ってます。ちょっと待って、ここ待機だ、何があるかわからん。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。
ッケー、マギカルーム入れましょう。ここよーし、オッケー。なんか竜巻と戦ってるって、これまたなんか不思議な感じですよね。バルファーレと戦ってるはずなんだけどな、いないっていうね、本人がいないっていう。オッケー、よし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 、一気に削った。エスコールはまず重式入れて、おっと覚醒切れたかな、あやめ切れたっぽいですね。切れちゃいましたか、いや大丈夫、 OK。 どっかで剥がし来ると思うんすよね。剥がし、あーめんどくさいな。デスペル打ちます。スコールはあやめ、ちょっともう一回、あ来たね、まとい直しだ、まとい直し。もう一回芝呼んじゃってもいいんじゃねえか。よいしょ、オッケー、が呼びます。はい、オッケー。ちょっとなんかダラダラした感じの戦いになってますね。ちょっともう一回セリスまとえ。もうこれセリスも覚醒入ってもいいじゃないかな。どうでしょうかね。オッケー。こっからあやめはオバフロレンダって感じっすね。オバフロレンダで強式下げてスコールをサポートする形。チェーン結び直す。大丈夫か、セミトド使っちゃった。はい、オッケー。いやー、一発芝来てほしいですね、これね。一つ弱体させてほしい。厳しい状況続いてますよ。 OK。 何気にこのうららのね、追撃回復もなかなかね、当てにしてますよ、ほんと。完全に運頼みですね、これね。よし来た、一つ下げてくれれば OK。 はい、これはまたすぐリルムいいや、ここセリス覚醒入ってしまえ。これが吉と出るか凶と出るか、正解なのか不正解なのか分からんけども、ナイスだー、頑張ってますね。オバフロサポート意味ないかな、あやめの。どうかな、オッケー、はい、オッケー、いいよ、よし。あーいいっすね、これね、ナルシェのあれですよね、なんかな、ナルシェのあれですよね。あれとかそれとか。よっしゃー、行こう、パッションサルサ行きます。連続剣、あやめオバフロー言っちゃってもいいんじゃねえかな。どうなんすかね、オバフロー言っちゃうか。オバフロー言ったらもう最終フェーズ入れるんじゃないですかね。どうだろう、
どうだどうだ、おお頑張ってる、めちゃくちゃ頑張ってる。オッケー、オバフローに打たなくてもいけそうでしたな。まあいいか、ナイスです。ちょっと裏だ、ここ待機しよう、怖い。最終フェーズ入っちゃったらちょっと怖いので、最終フェーズデスペルトが必要だったかな。あーまあ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 、いいっすねいいっすね、セリスも頑張っております。さあ来たね、最終フェーズ剥がされる、スコールは強引に行きます。あやめは剥がされた状態でオバフローギか、ちょっとこの辺ミスりましたな。あ全然ダメージでね。もったいない、もったいないな、これは。まあしょうがないですね、この辺ももうちょっと詰めていかないとダメですね。あデスペル必要だなこりゃ。じゃあちょっと待って、デスペル入れましょう。あスコールだけでもだいぶ押し切れるんじゃないかな。あと 30%デスペル、あーっと、あこれでまとい直しができる。オッケー、あやめもまとい直しまえ。オッケー、うららの歌はもう途切れてしまったから、あまた続いてるかな、また続いてるっぽいっすね。どうだろう、あー途切れちゃったかな。まあまあしょうがないですね、あと 30% なんとか頑張って削りたい。これだけね、もうチェインもあって覚醒も3枚いるのにこれだけ時間かかってるっていう、なんともなんとも情けない。 OK、 ただ踏みとど入ってないあたりが怖いんですよね。リルムどうだろう、この辺覚醒で入れとくか。 OK、 まあまあとりあえずこれで踏みとど入れておいた。こっちが良かったのか、それとも待機短縮の超絶の方が良かったのか、どうなのかわからないけども、もうあれこれ考えてる余裕がないので、なんとかあと 20% 削りたい。削れるかどうかスコール次第って感じですね。オッケー、もう一回、もう一回来てもいいですよ、もう一回来てもいいですよ。オッケー、じゃあよいしょ、最後ですな、最後。なんか魔法陣みたいなのが、魔法陣みたいなのが渦巻いておりますが、スコールはもうここオバフローに行きます。よいしょ、あ違う、これは覚醒終わったやつだ。オッケー、ナイスだナイスだ、これいいタイミングできた。よしこれはいけたでしょう。オッケー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 、よっしゃ倒せた。オッケー、いやなんかドタバタしましたけどね、なんとか撃破までたどり着けました。はい、まあもっと詰めていけば対面も縮まるだろうしね、あのかっこいい勝ち方できるんだろうけども、まあとりあえず初回クリア、これは動画に残しておきたいと思います。はい、よっしゃ、あとはイフリート、イフリートを残すのみですね。これもねまだ時間かかると思うんです。あ茶番が始まったので、はいスキップさせていただきます。はいはい、あと残るはイフリート、これもねちゃんと時間かかると思うんで、まあじっくり作戦立てていこうかなと思っております。はい、それじゃあ今回はここまでにしておきます。ご視聴ありがとうございました。